夢抜き、焚き火の近くで水元素がついた敵にカズハのスキルを当てて拡散を起こした場合、元素変化ですね、炎だが優先されるので赤色に変化すると思うのですが、その時は水拡散は、できてないんでしょうか。最近ネット使ってて、疑問に思いました。一応カズハの元素爆発は範囲で風元素攻撃じゃん。だから水元素ついてる敵も そこにいるなら、風でバーってなった時に水の拡散も起きてるし、炎の拡散もできてるはずです。まあ、だから二元素拡散とかいう話、蒸発のねパルタリアパーティーの二元素拡散みたいな話もあるし、まあ、できてると思うよ。なんなら確認する方法があるじゃん。実演してみる。カズハが拡散反応を起こした時ってさ、チーム全員に対して元素バフがかかるじゃん。これで一回やってみてさ、それでこの元素バフが上がってて水元素バフも両方上がってたらいいんでしょ。試してみる方法あるよね。私も気になってた。じゃあなんか試すか。やる方法はあるな。草むらでもいいんじゃない。別に焚き火じゃなくてもいいもんな。これでよし。だから遺跡守衛に水元素つけて、でここに草むらでボーって炎燃やして、カズハで爆発使えばいいんじゃない。両方いけると思うけどな。アルタリアで水元素つけまして、避けまして、でベネットで草むら草燃やしまして、カズハで爆発切る。おい、で炎が優先されるから炎の元素変化が起きてて、これで水ダメージバフ上がってます。あれ、このバフ上がってないけど、あれか、これ炎の拡散はしてないな。そっか、拡散反応って敵がいないとダメだから、これダメだ、草むらじゃダメだ。だから炎元素がついた敵と水元素がついた敵がいたら両方拡散できてるはず。天才の私はちょっと思いついてしまった。めちゃくちゃ元素が取れる場所があったわ。4色スライムがいる場所があるんだよ。防除旅館の近くになんか 4色のさ、スライムがいっぱい出てくるとこなかったっけ。防除旅館の、確か私の記憶が正しければ、そう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 、傘のところ、あ、ここか。赤色の傘があって、赤色の傘を踏むとこのスライムが出てくるんですよ。あ、出てこんかった。あれ、黄色と紫から出てこんかった。こっちじゃないのか、あっちだわ。じゃあ傘の色に対応したスライムが出てくるんだよな。おもろいよねこれ。出てこい水スライム。あれ、あ、出てきた出てきた。炎、傘の色あんま関係なかった。あー、でもちゃんと水色から水スライム出てきたね。よかったよかった。こいつらここでカズハのバカ、おい、何水元素つけてんじゃんお前、バカ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 。余計なことすんな。炎スライムが蒸発して水元素ついちゃった。炎に活性化するのを待つ。あ、オッケー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 。これで爆発使えばいいんじゃない？雲が来る。はい。足りなく時。これで炎バフと水バフと雷バフ全部もらえてれば。計画通りって感じ。炎バフついてます。水バフついてます。雷バフついてます。はい、検証完了やね。なんかとにかく拡散起こせてれば、その元素のダメバフはもらえますね。熱いな。お、天才カズハ最強やん。てかカズハ最強だよマジで。ヌベレットよりもカズハの方が一応評価は高いかな。高評価よろしくお願いします。